オズボーンコンピュータコーポレーションはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコベエリアのシリコンバレーにあったポータブルコンピュータの先駆的なメーカーである。創業者のアダム・オズボーンはリー・フェルゼンスタインの設計により1981年に世界初の量産型ポータブルコンピュータであるオズボーン1を開発した。アダム・オズボーンは 経営していたコンピュータ関連の本の出版社を1979年にマグロオヒルに売却しソフトウェアをバンドルした安価なポータブルコンピュータを販売することを決めその設計のためにリーフ・フェルゼンスタインを雇用した完成したオズボーン1は1行に52文字表示可能な5インチディスプレイフロッピーディスクドライブが2台 Z80 マイクロプロセッサ 64KB の ラムを有し、飛行機の座席の元に収納することができ、落としても壊れにくい。オペレーティングシステムとして、CPM がインストールされ、プログラミング言語、ベーシック、ワープロソフトワードスタル、表計算ソフトスパーカルックなどのソフトウェアパッケージがバンドルされている。オズボーンは、彼が1981年1月に設立した。 オズボーンコンピュータ社の株式を提供することによりソフトウェアの使用権を得た。例えばワードスタルの開発元のマイクロプロインターナショナル社はオズボーンコンピュータ社の株式7万5000株とワードスタルがインストールされたオズボーン1の1台につき4.6ドルを受け取った。他のベンチャー企業とは異なりオズボーンコンピュータ社は会社を設立して すぐに最初の製品を出荷することができた。最初のオズボーン1は1981年7月に出荷された。オズボーン1が低価格で発売されたことから、それから数年間に発売された同様のコンピュータの価格も、それに影響されることとなった。初期に出荷された製品の障害率は10から15%と高かったにもかかわらず、 最初の8ヶ月で1万千台を販売し、店舗での入荷待ちが5万台にも達した。当初の事業計画では、製品のライフサイクル全体で合計1万台の販売を予測していたが、実際には、ピーク時には1ヶ月で1万台を販売した。オズボーン社は、たった2人の従業員から、12ヶ月で従業員3000人、収益73万ドルの企業に成長した。 その急成長ぶりは、幹部が一週間のトレードショーに出かけている間に、建物が増えていて、スタッフがどこにいるのかを探すのに苦労するほどだった。同社は1982年10月、アシュトンテイト社の D ペース2のバンドル化を発表したが、これにより、需要が急増して1日の生産台数が500台に達し、品質管理が著しく低下した。初期の成功にもかかわらず、 オズボーン社は、激しい競争のもとで苦労した。K プロ社の K プロ2は、CP-M がインストールされ、バンドルソフトが含まれているのは、オズボーン1と同様だが、より大きな9インチの画面がついていた。Apple コンピューターの製品は、独自の大規模なソフトウェアライブラリーを持ち、別売りのカードを使用すると、オズボーン1と同様に CP-M を実行できた。 IBM は1981年8月に最初のパーソナルコンピュータを発売し、アプリケーションソフトの品揃えが短期間で豊富になった。オズボーン社は市場に IBM 互換コンピュータを急いで投入するために2000万ドルを調達しようとしたが、成功しなかった。彼は1983年初頭に次世代機オズボーンにエグゼクティブの開発を発表したが、 オズボーン効カリ論の支持者によると、このことにより、同社の売り上げが減少することとなった。顧客は新製品のエグゼクティブの発売を待って、オズボーン1を買い控えるようになり、販売店はオズボーン1の注文をキャンセルし始めた。これにより在庫が積み上がることになり、劇的な値下げをしたにもかかわらず、売り上げは回復しなかった。損失はすでに予想よりも高く、赤字を出し続け、 オズボーン社は1983年9月13日に破産を宣告した。オズボーン効果が本当に会社を破産させたかどうかについては意見が分かれている。ロバート X ・クリンジリーとチャールズ・アイシャーは他に原因があるとしている。オズボーンビクセントーさんが明らかになると全従業員を集めて説明会が開かれた。レイオフの第一弾は販売スタッフ。 生産スタッフ、国内のマーケティングスタッフとほとんどの中、低レベルの事務スタッフが対象となった。これらの従業員には小切手だけが渡された。残ったのは、主に国際マーケティング部門の管理職だった。9日後の9月22日、24投資家のグループが会社の真の財務状況を隠し、インサイダー取引を行った何人かの取締役を告発するため、 850万ドルの損害賠償を求めてオズボーン社などを相手に訴訟を起こした。オズボーン社は1984年に破産から立ち直り、1984年後半にコンパクトな CPM コンピュータであるオズボーンビクセンをリリースした。しかし、オズボーン社は以前のような名声を取り戻すことはできなかった。IBM 互換 PC を発売しようと3つの プロトタイプを生産したが、再度の倒産から会社を救うには遅すぎたと言われている。ありがとうございます。